こんにちは、谷口幸太郎と申します。本日、ちょっとした、まあ、観光という感じで、靖国神社に参拝に行ってきました。よくニュースとかで総理大臣が参拝して批判されたりとか、まあ、いろんな話題になっているので、どんなもんなのかなっていうか私は参拝したことがなくて、近くに行ったこともなかったので、まあ、本当に観光に近い感じだったんですけど、まあ行ってみると他の神社とそんなに変わらないというか、まあ、普通の神社かなっていう感じでした。まあ、あのおみくじがあったりとか、まあ、お守りとかも変えたりとか、もう結構普通の感じでした。で、まあ、神社のすぐ隣にあの資料を展示しているような建物があって、あの戦争中の飛行機だったりとかが置いてあったりとかして、まあ、その辺はちょっと靖国神社っていう感じがしました。まあ、戦争中のものとか置いてるせいだと思うんですけど、そこの売店のセンスというか、なんか自衛隊グッズとかがめちゃくちゃ売ってて、なんかあの もうちょいなんか神社グッズみたいのが売ってたらいいのになみたいなのはありました。で、なんか知らないんですけど、あの修学旅行生かよって感じなんですけど、あの靖国島っていうのがあって、なんかなんだこのネーミングセンスはと思って、ちょっとこうなぜか買っちゃったんですけど、あのただ後でググったら靖国島っていうのは実在していて、あの靖国神社の境内であの昔刀を作っていたらしくて、それを靖国島っていうらしくて、結構なんか普通にあるものでした。なんでこれすげえ変な名前だなっていうので、ちょっとネタにしようと思って買ったんですけど、普通に靖国島のなんかおもちゃみたいな感じですね。ちょっとこれ面白かったのが、これあのちゃんとこう鞘がついてるんですけど、こっちがこう平らなんですよね。で、こっちちょっととんがってるんですよ。なんかこう三角形になってるっていうか、だからこっち葉っぽいじゃないですか。なんですけど、こうなんですかね、こっちがやっぱ普通剣の方ですよね、切れる方ですよね。で、こっちがこれ刃がついてるんですよね。靖国島って本物を知らないので、本物がこういうデザインなのかもしれないですけど、なんか単純に最初こうやって、おーとかやってなんかシューって見た時に、あれ刃がついてないみたいな。これってなんかこんな風にして、なんかこう僕がすごい激怒して、たまたまここに置いてあった刀を取って、うわーボーってやって、ああついになんか誓いをなんか破ってしまったっていう風に思って見たら切れてないみたいな感じで、なんかそういう感じなのかなみたいな感じですね。なんかまあちょっとイエーイみたいな、わーサムライみたいな感じですね。まあそんな感じで、でなぜ靖国神社に参拝したかと言いますと、私ちょっと何ヶ月か前までちょっと自分の戸籍を調べるのにハマっていて、というのも戸籍というのは直系者であれば取得できるんですよ。その本人のじゃなくてもですね。なので、例えばまあ親とかおじいちゃんの、戸籍を、孫だって言えば、まあ、取れるんですよね。まあ、孫だ言うだけじゃダメなんですけど、自分の戸籍謄本を使って、自分が直系者であるっていうのを証明すれば、まあ、取れるというのがありまして、なので結構遡って昔の戸籍謄本が取れるんですよね。で、試しに取っていったら結構本当にあの昔の戸籍を取ることができて、やっぱり名前とかも昔の人で、なんか私の先祖なんですけど、なんか助左衛門っていう人がいて、まあ、その人の戸籍も取れたんですよね。なんかすごいな助左衛門とか、なんか助さんみたいな、左衛門っていうのもなんかすごい昔っぽいっていうか、ちょっと面白いなっていう、まあ面白いって感じるのは人それぞれだと思うんですけど、あのまあ私はちょっとそういう自分の先祖の昔のそういう名前も知らないんで、郵送の請求で取って、でなのでもうなんか通販感覚というか、まあちょっと変な言い方ですけど、本当に
あの戸籍取り寄せて取って出して読んで初めて先祖の名前わかるみたいな感じの結構繰り返してて、結局先祖ってこうどんどんあの母方のも直系で取れるので、結局すごいすごいいるんですよね先祖は。なのでこういろんな方でこう見ていくと出身地が結構分かれてたりとかして、そこの出身地の市役所にまあ請求してまあ取るって感じだったんで、まあ結構毎回毎回届くたびにこうワクワク、開けんのワクワクしてで見て、あこんな人たちがなんかすごいいたんだなみたいな。昔の戸籍ってあの今は夫婦単位なんですけど、昔って家単位みたいな感じで本当にもう親戚一同乗ってるんですよね。なので結構ちょっと前の取れれば、あいろんな人がこう乗ってて、あこんな家族構成だったんだみたいな、まあ、そういうのも分かってちょっと面白かったんですよね。それで、ひいおばあちゃんの戸籍なんですけど、あの、まあ、亡くなった方もあの乗っているので、まあ、で亡くなった方っていうのは、まあ、どういうふうに亡くなったかっていうか、まあ、死因とかも書いてあるんですよね。それ読んだら、まあ、戦争で亡くなっていて、なのでおばあちゃん の, あの兄弟というか、まあ、兄が2人、戦争で亡くなっているっていうのが、まあ、分かりました。まあ、あのそれお墓参りの時とかに話は聞いてたんですけど、まあ、そんなに詳しく聞いてなかったんで、あのそれ取り寄せてみたらやっぱり字で書いてあるんで、こうどこどこで戦死みたいなのが書いてあって、まあ、本当に亡くなってるんだなっていうのが、まあ、すごい実感したっていうか分かったっていう感じですね。まあ、それでそういうの調べてて、まあまあ、そういうの調べてて面白いっていう話をちょっと親に話した時に、おばあちゃんの弟なので、まあ、あの両親からしたらおじさんになるんですけど、まあ、そのおじさんもあの私と同じようになんか昔のことをすごい調べていたらしくて、まあ、同じような血が流れてるんだなって思ったんですけど、まあまあ、でそのおじさんが調べたことをすごいまとめて本みたいな感じにまとめていて、まあ、おじさんあの学校の先生で国語の先生だったので、まあ、そういう文章とか多分すごい上手にまとめることができて、まあ、本当に製本とかしてて、まあ、そういうのがなんかあるよっていうのがあって、でちょっともらったんですよね、まあ、あの私が興味があったので。で読んだらちょっとすごい考えさせられる、まあ、内容があったんですけど、まあ、亡くなった2人 の, あのことが書かれていて、で、まあ、戦争中なんで、まあ、ちょっと村なんですけど、村からあの戦争に行くっていうので、まあ、若者だからこう選ばれたんだと思うんですけど、まあ、村を挙げてこう頑張れみたいな感じで、まあ、写真とかも載ってて、本当にあのよくテレビとかで昔の戦争のなんか特集とかで出てくるような写真がまあ載ってて、本当になんかなんですかね、こう旗とかがこうやってみんなガッて、真ん中におばあちゃんのお兄さんがこうガッてこう座ってて、まあ、若者ですね、若者がガッて座ってて、なんか頑張れみたいな感じでの写真がこう残ってたりとかして、すごい応援されて、その村で応援されて、まあ行くみたいな感じですね。で2人行って、で1人は戦争中に亡くなって、まあ遺骨がこう戻ってくるっていうか、でそで、戦争中なので戻ってきて、すごいあの盛大にお葬式が挙げられたと、村で。まあそうですよね、まあ頑張れっつって言って、まあ亡くなって帰ってきて、もうみんなでお葬式をしたと。でもう一人も亡くなって帰ってくるんですけど、あの戦後に帰ってきてるんですよ、その、まあ、戦争終わってからですね。でその終わってから帰ってきた方はもう誰も何もしないっていうか、まあ戦後なんで仕方ないのかもしれないですけど、そのもう本当にそのひいおばあちゃんが遺骨を渡されて持って帰ってくる、その、まあ、電車の中とかでその戦争から帰ってきた人の遺骨を持ってるなら、その戦争中だったらすごいあのそれは敬意を払うようなことだったと思うんですけど、その
通に学生がなんかその横を普通に通り過ぎていて、それを見た同じ乗客の人が、あの戦争で帰ってきた人がいるのに、そんななんか礼もしないでみたいなことをなんか注意したみたいなエピソードが、まあ、書かれていて、それで、まあ、そのひいおばあちゃんが その綴った、まあ、ことに、文章があるんですけど、まあ、一人は戦争中で帰ってきて盛大なお葬式が挙げられたと。で、一人は戦後に帰ってきて、もう誰にもあの何も、されずに、まあそのまあ、何もされなかったと。 でも二人ともあのその戦争行った時は自分の国を守るために、まあ、行ってると。そのそこにはすごい純粋な気持ちしかないと。そのまあそうですよね、普通に自分の村を代表して村もうみんなを守るっていうすごい気持ちで行って、で帰ってきてると。それに対してそんな差をつけていいのかっていうふうにちょっと私は思いました。その自分のもう命がけですよね。それで、まあ、実際亡くなって帰ってきている人に対して、何もなくていいのかっていうふうにちょっと思いました。でそれで、戦争で亡くなった方っていうのは靖国神社に祀られるっていうふうになっていて、でひいおばあちゃんはそのひいおばあちゃんなんてすごい昔の人ですけど、靖国神社に行って、その2人息子2人ですねの、まあ、がそこに祀られてるからっていうので行って、まあ、参拝してるんですよ。でまあもうそれはもう、自分でもそうかなっていうふうに、まあ、自分の子供が亡くなってそこに祀られてるんだったらやっぱりそこ行きますよねっていうことですね。そういうのがまとめられた本を読んで、普通に私は私も行かなきゃって思ったんですよね。その普通に 親戚の人っていうか、まあ、おばあちゃんの兄弟が、祀られてるんだから、まあ、行かなきゃなっていう。別に私はもう関東に住んでるので行こうと思えば行けるので、まあ、行けるんだから行こうっていう感じで行きました。まあちょっとこの動画何言いたいのかっていう感じなんですけど、前は総理大臣が靖国に参拝するっていうので結構毎回問題になってて、まあ、でなんでそんなわざわざそんなやるのかなとか、まあ単純に思ってたっていうか、総理大臣が行くべきなのかどうかみたいなのを問われた時に、まあ私は前はそんなに考えがなかったというか、どっちでもいいぐらいのその考えだったんですけど、まあ自分のあれがないってことですね、意見がないってことですね。で今は私はもう参拝すべきだと思っていて、でそれも単純なんですよ、非常に単純で、まあおばあちゃんの兄が祀られてるからですね。おばあちゃんの兄2人は本当に村を挙げて本当に守るために行って帰ってきてるわけなので、それはもう参拝してほしいって思いますね。もう、うん、まあ言いたいこと伝わってるかどうか分かんないですけど、その単純な話だっていうことを言いたいという感じですね。ちょっと観光したっていう動画なんですね、だったんですけど、ちょっとで、ね、重いテーマっていうか、これちょっと触れていいのかなって感じもあるんですけど、でも触れていいのかなっていうか、でも単純なんですよ本当に。亡くなって帰ってきて そのそんないいのかっていう、無視していいのかみたいな感じですよね。それで代表して国の代表者が行くんだからすごくいいと思います。ちょっと重いテーマでしたけど、まあ私と同じようにあんまり考えたことないとか意見がないとかっていう人はちょっと考える参考にしていただければと思います。まあ何を考えるのかって感じですけど、まあそういう問題があった時に、こういう
こういうこと言ってる人もいたよっていうことで、まあちょっと何かの参考にしていただければと思います。以上となります。バイバーイ。